トこんにちは現役高校教師ピアニスまと申します今日は生徒が教えてくれなかったら絶対聴かなかった曲バンドアメリカのバンドマイ・ケミカル・ロマンスのウェルカム・トゥ・ザ・ブラック・パレードについてお話しさせていただきます今日初めて私のチャンネルに出会ってくださった方どのチャンネルかわからなくなる前に チャンネル登録をして引き続きご視聴いただけたら嬉しいですそれではよろしくお願いしますえ今日はですねマイケミカルロマンスっていうバンドですマイケミカルロマンスと言いますえー、今ちょっと手違いであの先にガンザンドローゼスが出てしまったんですねちらっとガンザンドローゼスも取りましたうんであのこれはあのまた後日あのー 投稿させていただきますので今日はマイケミカルロマンスの「えー、ウェルカムトゥ・ザブレッ・ブラック・パレード」という曲についてお話しいたします。えー、私1ヶ月前から藤井風さんのファンを始めましてクラシック以外の曲を聴くようになりましたと言いますか思い出しましたかつて聴いていた曲も。そしてこれは 私が今まで教えた生徒の学校でね、あのピアノを教えた生徒ではありません。あのこ要するに個人レッスンをした生徒ではありません。学校で1対40であの関わった生徒ですね。の中で一番個性的だった生徒が昨日私が、えー、投稿しました。マリリンマンソンね、もうマリリンマンソンはね <laughs>、はいあのできる範囲で撮りましたので興味があったら見ていただきたいです。 マリリン・マンスの次に「マイ・ケミカル・ロマンス」が書いてあったんですね自分の好きな洋楽のバンドをもう紙いっぱいに書いて私のところに持ってきた生徒がいましてであの今は本当にいい時代ですねこうやっててパッと見れてしまいまいすであのこのバンドはですねまあ今見ていただいてわかるかと思うんですけど私あの3歳の頃からピアノを弾いていて人生の大半を白黒モノクロを見る人生だったので。 白黒の映像ものすごく好きなんですよね。で、これもいいでしょうね。かっこいいですよね。ちょっと動かしますね。 ちょっと動かしますすすああののねねこれすごく内容がいいんです、ね、あの和訳もすぐ出てきますのでググルとあの見ていただきたいあの興味がある方は見ていただきたいんですけれどもあのね小さい頃あの父親があのブラックパレードを見に連れてってくれたとでブラックパレードって多分早々の行列のことだと思うんですけれどもちょっと私あまりよくわからないですけどでお前は「 世の中を救う人間になってくれよっていうことを言ってるんですね歌詞の中ですごくいい歌詞だなと思ったんですであのこれ見てすごく思ったんですけれどもまあ私が多分ね年齢が上がったせいだと思うんですけれども ええ、ね、今のところ店長がねかっこいいんですよそう私やっぱね店長のかっこいい曲っていうのグッとくるみたいなんですよねあの藤井風さんの最初キラリでどこが良かったかって最後のところあの店長のところにグッときたんですよねあの店長がうまく あのののでできるるっっていうのはやっぱ技量がもすすごく問われるところなんですねあのー、私はクラシックのピアニストであのー、藤井風さんのファン始めてからクラシック以外のものをまあ改めて聞いてみようと思う気にさせていただいて本当に心から感謝しているんですけれどもあの藤井風さんにはねあのただねあのー、よくいろいろな方とかあとまあコメントでも少し頂い,いて。 たかと思うんですけどあの良ければいい楽しければいい音楽が良ければいいっていうふうにおっしゃるそしてクラシックの人っていうのは理屈っぽいですねっていうことを言うんですけどそれは当たり前ですだって人生のほとんどの時間を楽器の練習や研究のために費やしてきたんですもの。ででそそそしてののの中であのこういうい、うん、本質を見極める ということのたために人生使ってきたわけですよねですからそういう意味においてあこここにも素晴らしさがあるとかこういういいものがあるというふうに要するにクラシック以外のものを見てるわけですねクラシック以外のものがどうとかいう話ではなくてクラシックをやってきたのでそこから私は見ているだから当然のことながら理屈っぽくはなると思います。要すするるにに分析的にななとということなんですね、うん、そしてて改めククラシック音楽の えー、素晴らしさを再認識する時間をいただいたということで大変感謝しているのであのこういうあの音楽も素晴らしいなと思って今ご紹介しているのね。であのまあ、あとはあのこれ見ていただくと分かるんですけどあの私モノクロ大好きなんでいいよねかっこいいですよね。であの昨日ねあのマリリン・マンソンを、えー、撮りました。そして、えー、今さっきね ちょっと手違いでちらっと出てしまったんですけれどもガンザンドローズスも撮ったんですねなのでこれはまた後日あのはい投稿させていただきますと少しだけ見せられる範囲でお見せしますとですねえー、マイケミカルロマンスではなくてはいこれあまた宣伝入っちゃいましたごめんなさいえー、っとマリリン・マンソン見せられる範囲でこれ 絶対ナチスヒトラーをあの意識してる撮ってますよ、ね。すごくだからやっぱり大変なんて言いますか哲学的かっこいいです。うん、まあ、ちょっとこの化粧とかはどうかと思いますこのお姉さんたちの編みタイツはちょっとちょっと許してください。でもみんな綺麗だからここら辺までです見せられるのは。うんだからこれもやっぱりねあのモノクロですごくかっこいいんですよ。うんで 内容はもうエロエログログロですけれども非常に哲学がしっかりありあますそして、えー、これから撮,ろうと思うなんか撮ったんですけども「ガンザンドローです」はですね私はあのこのこっちあの取、ー、ったのは「ノベンバーレイン」っていう曲なんですけどこれググると一番目に出てくるのこれなんですね。もう一番あの かっこいい時ですねみんなのメンバーももうぐちゃぐちゃになってます今あのまあまた戻ってきたんですけどこの撮り方かっこいいですよね大好きもう,こういいねこのねあの歌い出しの時のあのテンションの高め方っていうのはあれは あのどういう音楽だろうが一緒で私たちもあのぐらい高めないと人前ではとても演奏できないです、うん、でそれがすごくわかるのですごいいいなと思いますこの人がそのスラッシュっていうあのみんなの憧れのあのギタリストですよねこの人顔を見せないんですよね基本的にはうんこの頃はかっこよかったですからね今ガがんだんだアクセルローズすごい太っちゃったので今こういう動きもうできないですこの こういう動きもできない、うん、うん。かっこいいね。かっこいいし可愛いですね。やっぱりあのマイケルカルロマンスのところでも行ったんですけど、あの私の年齢が上がったせいか、もう若者があの情熱のあの限りを尽くして、あの叫んで歌うまくってるのを見ると可愛いなと思ってしまいます。<laughs> はい、これ美しい映像ですごくね。 かっこいいな。はいというわけであの私が今まで教えた生徒の中で、まあ、一番ねあの個性的だった生徒この、うん、ここですねこの並びですねちょっとこうやってみましょうか。よいしょ。うん、あの「マイ・ケミカル・ロマンス」っていうのはこのマリリン・マンソンの次にあの出ていたのであのご紹介してみました。そそしてその 繰り返しとなりますけれども、あのー。ちょっと待ってくださいね。あ、また宣伝入っちゃいました。すみません、ちょっと、あの、いろいろ音が入っちゃいますけど。うん。そうですね、あのー。うん、かっこいいですね。あ、そう、もう一つね、あの、すごく思ったことがあるんです。あのー。クラシックの演奏家って、やっぱり、あのー。 方法の主義という言い方をすればかっこいいんですけれどもやっぱり音楽が良ければいいっていうふうに思ってるところあって、まあ、特に男性がそうかなって思うんですけど、まあ、全員ではありませんよもちろんただやっぱりあのこのこういうね一般の方々の心をつかむこのかっこよさ分かりやすいかっこよさ、うん、もうちょっとかっこいいとこちょっと待って下さいね。 うん、こういうその分かりやすいかっこよさっていうんですかね。こういう部分ってあの軽んじられてる気がします。かっこいいとか綺麗っていうことです。見た目のです。あの目が不自由な方は別ですけれども、まあ、辻さんのようなね。素晴らしい演奏家もいらっしゃるので、まあ、ちょっとでも。まあ彼はやっぱりあの特例だと思うんですね。で、やっぱりまあ、大多数の方はあの目が見えるわけだから。 あの見た目の美しさっていうのはやっぱり美しさというかかっこよさかなうんやっぱすごく大事だと思うんですよねそういうものを、まあ、若干ないがしろにしてきたんじゃないかなっていう反省点はあるだろうと思うんですやっぱりどうしても同じものだったら綺麗な方がいいですよね見た目も内容が良くてさらに見た目がいい方がいいに決まってますよね。内容がががいい方に決ままってますすもちろんですが もしあのいつも生徒に言うんです同じケーキが2つあってバーンと落としちゃってでも味一緒だからいいよねって言ってまあ、ただであげるって言われたらもしかしたらもらうかもしれないけどそれ買いますかって話なんですねこれはちょっと極論言ってるんですけどやっぱ見た目のかっこよさっていうかそのねこういけてるなっていうまあわかりやすく言うとは、まあ、そういうことですけどそういうところっていうのを 若干ないが白にしてきたんじゃないのかなっていうことは思うんですねあの藤井風さんがあれだけ人気があるのも音楽が素晴らしいからだけどやっぱり彼がイケメンさんでかつ彼の周りに漂ってる感じがかっこいいからだと思うんですよね絶対そうだと思いますだからそういう意味においてあのクラシックの人間としてもね あの私はものすごく気をつけてるつもりなんですけどもクラシック全体としての反省点はこういうあのかっこいい人たちを見てね学ぶべきなんじゃないかなと思ってこういうあのクラシック以外の音楽を聴くことによって改めてクラシックの良さっていうものを感じることができてそういう時間を持つきっかけをくださった藤井さんにすごく私は感謝してるっていうことなんですね。はいはい、ちょっとといい感じにあの優等生的に的ままめてしましたけど ままとめてみましたけどこれあののの私の本心ですはいそれではですねえっ、ー、と現在今日は、えー、6月の4日、えー、土曜日なんですけれどもえおかげさまでちょっとねさっきまでね663名だったんですけどまた一人減って662名になっていました。えっ、ー、と6月6日までに666人ね。あの オーメンダミアンややマイヌになりたいわけじゃないんですけどを目指しているんですね。でもしねあのちょっとでも面白かったなとかあ興味も持てたなとかあそうかそういうことなのかと思っていろんな音楽聴いてみようかなとかまたゆみのお話聞いてみたいと思っていただけましたらチャンネル登録と高評価をして是非応援してください。どうぞよろししくお願いします それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。So, see you next 最後までご視聴ありがとうございました。